うわ懐かしい。このメーカーさんの始まる時の音。はい、どうも皆さん、こんにちは。藤尾と申します。今回はね、このア・バードストーリーというゲームをやっていきたいと思います。このゲームですね、僕が数年前に実況したトゥーザムーンというゲームがあるんですけど、そのゲームのね、続編というか続き、まあその世界に関わりのある物語となっているそうなんですよね。はい、スチームで130いくらかな、今安くなってたんで買っちゃいましたけど、じゃあ早速やっていきましょうか。スタート。このゲームのストーリーに関しては僕一切知りません。まあ、前作のね、ニールとエヴァが主人公がちょっと違うっていう点と、あとね、テキストが流れないらしいんですよね、このゲーム。それぐらいしか知らないんで、まあ、早速やっていきましょう。これかな？主人公が男の人か。ニールとエヴァは出てこないんかな。さあ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 、なんか綺麗な感じのね、街並みですけど、そして相も変わらず月が綺麗だ。お？どうした？観葉植物。いいですね、ベランダに観葉植物。植物はやっぱりね、なんか癒されるよね。見てるだけで、つか、もう視界に入るだけですごくね、なんていうか、雰囲気変わりますよね。あ、どうした？紙飛行機？お、飛ばす。ヒュー。落ちないな、なかなか。紙飛行機作るのうまいな、お前。俺なんかもう幼稚園の頃から紙飛行機作るの下手くそで下手くそで。もうよく笑われたわ。なんだそれつって。紙飛行機じゃねえじゃん、みたいな。形がもうね。うん。カービィでエライトのワゴンスターみたいな感じの。なってたからな。はいはい。自分の部屋か。マンションに住んでるんだね、きっとこの人は。なかなかカラフルな、カラフルなベッドに入りまして。なかなか早い時間に、ね、大人にしちゃ、ね、結構いい、早い時間に寝てますね。いや、健康的だ。さてさて、お、これは夢か？鳥が飛んで。この景色とかすごいトゥーザムーンにね、似てるというか思い出しますね、前作を。やっぱり RPG スクールで作られたこの感じがね、いいですね。あ、そうそう、今頃なんですけど、これ全く前作と関わりがないというか、前作を知らなくてもできる、そんなゲームらしいので、トゥーザムーン見てない人でもおすすめです。でも、トゥーザムーン見た方が、なんていうか、世界観に浸れるというか、もっとね、深く知れるというか、そんな感じで、おすすめなので、ぜひね、僕のトゥーザムーンの実況も見てくださいと。お？影が。影を追いかければいいのか。時計が、なんか行ったり来たり。で、俺は、あれだね、ムーンウォークしてますけど、トゥーザムーンだけに、バカ野郎。あれだな、時間が多分戻ってるんだな。あ？動けなくなったぞ。紙飛行機ができて、乗って、おう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 、どんどん戻る、どんどん戻る。これは、ビル。影。コナン君の犯人がいっぱいいるな。さあさあ、落ちて、お、進めて。おー、またなんか、時計が戻って。これどこなの？見当もつかん。とりあえず行きますよ。左に左に、どんどん行って。お、電気消える。あ、で、自分がいます？ドッペルゲンガーみたいで怖い。ほんで？お、なんか始まった。チャイム？
学校なのか。3時。おやつ時じゃないか。じゃがりこ食べようぜ。あ、学校だね、やっぱり。この感じは。うん。一番後ろの席ってさ、無性に眠たくなるよね。一番後ろね、意外と後ろから2番目とかもすごい眠くなるっていうか、先生から見えないから寝ちゃうんですよね。あ、これはこれ何の時間、何もできないや。ずっと横見てますけど。あ、リス。え、なになに、一人で何、空想に浸ってるわけ君。あ、他の子に注意されてるよ、ほら。あ、紙飛行機奪われてしまった。あ、先生のケツに刺さる、先生のケツに。あかん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 、時間止まれ、時間止まれ。てか先生何書いてんだ。先生落書きじゃねえかそれ。ちゃんと授業して。あー、刺さっちゃった。先生怒る、怒る感じのパターンこれ。絶対切れとるぜこれ。あー、かわいそう、濡れ衣を着せられたな。あの隣のコナンの犯人め。あー、廊下に立ってなさいと。あ、また怒る。廊下に立ってなお、ちょっとどっか行こうとして怒られてるという、怒られる二段活用ですね。相当のワンパク坊主と見た、主人公。お！え、これ何何何？体育から終わってきた人みたいな感じ？体育から終わってきたさ、人たちが、その廊下の前通ってさ、あまりにもうるさいとさ、授業中の先生が、うるさいですよって。怒ったことがあったな、小学校の時。懐かしや。はいはい、進めたというわけで。じゃあこれどっちに行けばいいんだ？左か？右か？この体育の終わったクラスについてくか？もうふてくされて隣のクラスで、あ、怒られる感じか。ダメか。遊んでようかなと思ったけど。ここまでしか行けないのか。あ、じゃあもう。ね、素直に戻ろう。ね、先生すいません。二度とやりませんと。ドアが開かない。ドアが開かない。これ AT フィールドかけられたな、先生に。しばらく帰ってくんなと。じゃあ左行こう。こっちなら、こっちならいいの、先生。なんで右がダメでこっちはいいの？教えてよ、先生。こっち行くよ、じゃあ。あれ？暗闇に消えたままで。画面が進まない。こっちは行き止まりのようだ。じゃあどうすればいいんだろう。メニューは？あー、これなんだ。時間を潰すしか僕にできることはないんですが。ロッカーになんか入ってんかな？ってわけでもないのか。なさそう。じゃあ右行くしかないやん。行けないけど。行くよ、行けないけど。あ、行けた！先生、爪が甘いな。お？なんだ？ピチュってなったけど。とりあえずこっち行きましょう。ロッカーはもう何もないと見た。進みます。え？なにこれ？木が生えてる？なにこれ？ブロッコリー栽培してんの？この学校。ずいぶんでかいブロッコリーだな。ロッカーの中でこれ、育ったか。どういうことだこれ。あ、外。あー、なるほど。なんか、主人公のイメージと、このなんかリンクしてるってことだね。公園の木と学校のこのロッカーが、リンクして、この曖昧な感じのね、境界線みたいになってると。そういうことですね。多分これ記憶の中だから、その、なんつうんだろうな、リアルって感じじゃないんでしょう。だからこんなになっちゃったんだな。シーソー乗ってる、乗るか？一人ですね。
一人のシーソーほど寂しいものはないよ。一人の焼肉と一人のシーソーほど寂しいものはないぞ、この世に。はい、遊び相手がいないんだな。あ、影消える、楽しいこれどんどん影消していこうかな。やがて一人になってしまうけど。あ、復活するんだこいつら。なんかいじれるもんないかな。情けかな。じゃあ進みますか。うん、あ、砂場とかあるんだね、いいね。広いなっつうかこの公園な、広くてしかも人口密度高え記憶なのかもしんないけどね、この影たちは。はい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 、まあ右に行きますと。公園で遊べばいいのにな。てかあれか、これ紙飛行機でさっき対抗してきたじゃん、時間を。そこの景色を順々と見てる感じなのかな。こんな景色あったような気もしないでもないよ、適当はいはい、右に行って、うん、どんどんぼっちになってくな。ずっとぼっちだけどさ、公園で遊べばいいじゃん。どこに行こうとしてるんだ君は。ここは、あ、これなんかビルみたいなところかな、さっき見たやつ、紙飛行機に乗ってる時に。152階建てなのこれ。高いな、天空闘技場ぐらいあるんじゃない天空闘技場って何階建てだっけ忘れたけど。え、これ入るかな。あ、入れた入れた。トゥーザムーンはこういう建物の中絶対入れなかった記憶があったから無理かなって思ったんだけど、夢の中だとね。これ読める？読めない。テキストがそうだな、このゲーム出ないからな、読めるわけがないんだ。はい、エレベーター行く。ああ、ジャンプしてボタン押したところ見るとやっぱちっちゃい子供の時なんだな。何歳ぐらいなんだろうね、小学生低学年ぐらいかな、もっとちっちゃかったりするかな。あ、でも小学校で授業習ってたから小学生ぐらいか。ん、一人で降りて。ここに何しに来たんだろうね、知り合いでもいるのかね。お、電気が今一瞬消えかけたような気が。お、だよね、ちょっと怖いな。ネズミ、わ、ネズミネズミが2匹と。こっち、あ、あれあれあれ、視点が変わった。ガチャ、は、あ、これ家なのか、自分家なのか、そういうことか。なるほどなるほど。ああ、お父さんとお母さんはいないのかな。ああ、冷蔵庫に張り紙が貼ってあって、なになに。ああ、読めないもうちょいで読めそうなのに読めない、もどかしい。きっとあれだな、チンして食べなさい的なことを書いてあったんだろうな、寂しい。忙しいのかね、ご両親どちらもお仕事で。うん、こっちはいけるのかな、左。あ、いけたいけた、いけたけど調べられるものが多分なさそう。お、光ってる、電気かいただの電気でした。ベッドの上に何か本みたいなのが載ってますけど、あれはなんだ。まあ、当然のごとく調べられない。あ、あー、これどういうことだろう。あ、あー、お父さんとお母さんいたら怒られるもんね、それやったらね。なんだろうね、根は普通にちょっと元気な男の子なのかな。まあ、ただちょっとね、さっきの学校のこともあったけど、なんか他のことのせいで孤独になるというか、孤独な少年的な感じなのかな。友達にいじられたりとか、いじられたりっていうかね、あんまり友達関係とかうまくいってないんだけど、根はいい子なんだろうな。うん、はいはい。相変わらずこのベッドルービックキューブみてえだな。もう
カラフルでさ落ち着かねえよ、落ち着かなくて寝れないわ俺。ただいま4時45分くらい、夕方だね。お、部屋、自分の部屋にも観葉植物があっていい部屋じゃないの。うん、ベランダに出ればいいのか。うん、はいはい。で、これは眺めてるだけなのか。はいはい。じゃあこの観葉植物ゴソゴソっていじってたよね最初ね。なんもないと、ここにいなきゃダメか。あー結構高いね、一番上なのかこれ、ビルっていうかマンションの。地震来たら怖そうだけど眺めはいいだろうな。いや、いいとこ住んでんだな。何も来らん。これは進んじゃっていいのか。うん、何も来んないね。じゃあ部屋に戻りますよ。あ、何すればいいんだろうな。ベッド？ダメ。じゃあこっち行くか。そろそろご両親帰ってくんじゃないの。お父ちゃん母ちゃん、あ、冷蔵庫光ってんね。ご飯か。そっかそっか、ご飯食べるまで。そうだな、帰ってこないよな。お、テレビ見てるね。一人でご飯食べながらテレビだね。うん、やっぱちょっと寂しいな、この年齢だもんな。あ、本が読みたいと。ちょっと待ってね、ここら辺も何も調べられないかな。こっちお風呂か。お、トイレとお風呂ね。どうやら日本ではなさそうだね初めからわかるかそれはじゃあ部屋行くか。本が読みたい。あれ、こっちの本じゃないよね。あのベッドの上に置いてあるよ本みたいなやつじゃないよな。これじゃないっすよね。ああ違う違う、タンス、いじれない。何すんだろう、何の本なんだろうな。日記とかじゃないよね、本だよね、れっきとしたね。ん？うん、7時になってる。うわー、7時になっても一人か。何の本なんだろうな、結構分厚いぞ。この年齢の子が読むような本じゃなさそうだな。なんか錬金術の本とか読んでそうお父さんとお母さんを人体練成するんかお前は。大丈夫か。紙飛行機よっぽど好きなんだな、ずっと遊んでんじゃん。うん、あーやっぱちょっと悲しげな感じはするな。また本読んで、11時だよ、寝な大人になった時と変わってないじゃん寝る時間。じゃ子供は早く寝なさい、ずっと勉強してんの。てか11時になっても帰ってこないのか、お父さんとお母さんは。あ、寝ちゃった、手だけ動いてるすごい、手だけ動いてるぞ。あ、やっと帰ってきたか。いや、ちっちゃい子供ならさ、ベッドまで運んであげなよ。お父さんかお母さんか知らないけどさ。あ、電話？目覚まし時計か。お、すごいすごいね、今のコントロール。ちょっと藤波びっくりだぜ、今のは。すごいな。見た感じ、文化系の、バリバリ文化系の子なのに。あのコントロールは、野球部も引っ張りた子じゃないか、君。うん。ニコってしたね。これ何？
浮気？あ、歯磨いて。え、お父さんとお母さんもういないし。遅くに来てもうすぐ行っちゃうと。あ、で、玄関に張り紙が貼ってありますね。さあ、歯が磨いたと。顔洗ったか？なんか冴えない顔してるけど。はいはい、髪型はいい感じにスネ夫っぽくなってますね。これが気になるんだけど、この上着みたいな。調べられないか。そっかそっか。じゃあもう素直に向こうまで行った方が良さげだな。あ、傘置いてあるね。今日天気悪いのかな。あ、バッグがないと。バッグね、はいはい、そうだね。学校に手ぶらで行くわけにはいかないな、さすがに。不良じゃあるめえし。はい、バッグ持って行っちゃっていいかな。ベランダやってく？ちょっとあの一服してから行きますか。朝の一服。あー、たまんねえなーっつって。はいはい、すいません。行くよ。もう寄り道しちゃダメだよ。あ、あ、本。これ教科書みたいな感じだったんかな。あ、何？自由帳じゃねえか。これ別に使わねえだろ。あったらいいなぐらいじゃないの。はいはい。まあ、自由帳ね。そうだね。休み時間ね。遊べるもんね。まだない。何今の。冷蔵庫。ご飯食ってないって話か。なるほど、なるほど。あ？あ！何今のやつ。どういうこと？ご飯食べたよ的なアイスってことでよろしい？キノコ3個入ったようにしか見えなかったんだけど。張り紙あって、ああ、天気悪いと。傘さしていきなさいと。はいはい、傘持って。あれ、傘持てないのこれ。あ、もう外だね。これどこ？上か。あ、あ、あ、危ない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 。ごめんごめんごめん。赤だったんだね。わかりにくい、この信号。何これ、歩行者用じゃないだろう。はいはい、行きますよ。ロッカー、教室、パターン。みんな早えな。全員来てんじゃん、もう。ホームルーム始まってんだ、これ。気まずいやつだ。すいません。あ、3時。これ、午後の3時だね。急に時間飛んだね。寝てる。寝てますよ、こいつ。ちょっともう、小学生の力伸びたじゃないか、お前は。うん、授業のね、チャイムで目覚めるパティンですね。経験あるよ、俺も。あ、まずいまずいまずい。逃げろ、逃げろ、逃げろ。鬼が目の前にいるぞ。逃げなさい。ああ、また怒られちゃうよこれ。え？吹っ飛ばされた。はい。うん、学校楽しくなさそうだな。なんかかわいそう、先生に怒られ。友達も多分あんまいなそうだし。うん、家帰ってもね、お父さんお母さんいないしな。辛いな。うん、相変わらずブロッコリー生えてんな、ここ。ブロッコリーな、もう分けてくれ。この子に。夕飯にあげて、ブロッコリーを。雨降ってきたね。傘ある？持ってきた、ちゃんと。傘ないんじゃないの、君。置いてきたもんな、きっとな。あ！あ、スペースキーでジャンプみたいな。おうおお、なるほど。いや、わかる？でもこの気持ち。こいつ、ね、悪い子だけど、小学生の時ってね、濡れたいんだよね、雨に。わかるよ。男ならわかるぜ。そうそうそう。傘とか差したくないんだよ。ね、こうやって走ってね、ずぶ濡れになって帰りてんだよな。わかるぜ。遊んじゃい、遊んじゃい。な。雨の日ぐらいな。
自分に素直になっていいじゃないか。さあさあ、家に帰って、あ、なんか白いキノコ生えてるよ。何あれ、あ、ネズミかまた。ちょちょって、え、木が動く。ウィスピーウッズですか。こっちに行けと言わんばかりの木、それとキノコも生えとる。あ、あ、帰りたかったのに勝手に行きやがった上に。あ、なんか鳥が、なんかなんだろうこいつ、アライグマみたいなやつに襲われてんだな。ラスカル、こら、やめなさいラスカル、漏れ帰りなさいラスカル。帰った、なかなか勇敢な少年じゃないか。さあさあさあ、鳥を見つけましたよ。おお、かわいい。友達になっちゃうのかこの流れで。え、あ、めちゃくちゃバックグラウンドの鳥の音色がすごい美しい。あ、なんて言ってんだ。あー、テキストがないからな、難しいな。あ、水欲しい。もうダメだダメだダメだ。じゃあこれ皆さんにもお任せしよう。見てる人にね、このどういう感じで物語が進んでるのかはもうお任せしよう。鳥んとこ行っちゃうよ。あ、行けない、行けないのか、近づけないな。あ、じゃあとりあえず帰るか。帰るしかなさそうだな。あ、鳥の羽ばたきの音がすごい。あ、また襲われとるやんお前。あ、大丈夫？今度怪我しちゃった。なんかぶん投げて追い払ったけど、あ、バックか。いやー、あのアライグマ、あのラスカルタッチ悪いな。人間消えた瞬間にまた襲いに来たかな。はいはい。で、隠れて、バッグの中に、あれだね、入ってるよね、鳥ね。それに気づかず、背負って、少年は、あれ、鳥さんどこ行ったんだろうみたいな感じで、探すけど、実は君の背中にいると。ああ、あれみたいな。どこ行っちゃったんだろうみたいな感じかな。あ、物音がする。なんだこれは。で、鳥さんが、出てくる？うん。あ、で、家に持ち帰るのか。気が動く。相も変わらずここは魔物が住んでるようだな。カバディ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 。クソ、勝てる気がしない。カバディの世界チャンピオンだな。あれ、これ家に帰れる、これ大丈夫、違う道に行かされてない。あれ、これどこや。あ、獣医さんか、怪我したから。ああ、なるほど。じゃあポストに入れて帰ろう。あいつポストにね、誰かに拾ってもらおうぜみたいな。バカ野郎、直してもらうよちゃんと。すみません、いますか、ごめんください、ごめんください。開かない、誰もいないのか、まさかのイルスなのか。探す？こっちの庭のあたりで、なんかあれじゃない？熊と戦ってたりするんじゃないの、獣医さん。あ、いないな。じゃあどっち行って、行っ
ったらいいんだろう。こっち下行く、右行く、あこっち続いてるっぽいな。右下に行く。またこのマンションの方に来ちゃったね。自分の家じゃんこれ。獣医さんに預けられないから仕方なく家に持って帰るみたいな、そんな感じの流れかな。じゃあ帰るのか。あ誰かいる。チーン。あーペット禁止、動物ダメなんだね。あーなるほど。あれこの前いたっけこの人、なんで今日に限っているわけ。ほんと邪魔くさい。あっ、ちょっと、ま、今見つかった。待って待って待って、これ消えた時に行くんだね。はい、行く。 OK、 余裕でエレベーター押す。入る。また二人きり。いつも誰かいんな。エレベーター乗る。そういえば自分、あ今日ちょっとお腹の調子が悪いんだよな。うん、なんか変なことするんですよ。鶏肉食ったからかな。みたいな感じでごまかす。降りる。あの人はどこに行くんだろうね。俺の階多分最上階だと思うんだけど、あの人はどこに行くのやら。ここは入れない。さあさあ、自分の部屋どこだっけ。あこっちか。あバレるバレる、やばい。口笛でごまかしていく。なかなかやるね。口笛でごまかしながら、ここまで来ればもう大丈夫。さあ自分家に入りまーす。かわいい。トニートニチョッパーかお前は。オッケー。あ無事に持ってこれたね。さあ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 、あ壁が光ってる。あ電気ね。いちいちねもう何かと何かしらあるかと思って調べるけど、電気というお家はやめてくれ。冷蔵庫、今日も遅くなりますよと、そんな感じかな。じゃあまあ自分の部屋だよな、とりあえずな。とりあえず自分の部屋の机に出してあげたいよね。あ外か。あバックから出す。てかもう7時か、早いな。夜の7時だよ。あ外に行った。怪我してるからね、多分逃げたりできないんかな。あ普通に飛んでるけど元気そうじゃないか結構。羽ばたけないってだけ。お水が欲しいの。お水そんな感じ。冷蔵庫かな。今何分だ、結構取ったな。ちょっと待ってね。よいしょ。はい調べたらね結構取ってたんで、一旦この辺で切ろうかなと思います。何パート続くかな。これホームページにはね 2,3 時間で終わっちゃうゲームって書いてあったんで、ほんとすぐだと思うんですよね。はい、なので残りの数パートもよろしくお願いします。それでは一旦失礼します。